リオデジャネイロ州は、ブラジルに26ある州の一つ。ブラジル南東部の大西広市沿いに位置する。北東に、エスピリトサント州、北に、ミナスジェライス州、西に、サンパウロ州と隣接し、南は、大西洋に面する。州都はリオデジャネイロ。州都のリオデジャネイロは1763年に、最初の首都サルバドール・ダバイヤより、 ポルトガルのブラジル植民地の首都に選ンされ、1822年から1960年までは独立後のブラジルの首都だった。1960年に首都は原首都のブラジリアにセンされた。州の略称は RJ である。パソインペリアル18世紀にジョアン4世によって建設された植民地総督と二人のブラジル皇帝の宮殿リオデジャネイロ一帯は、 ブラジル発見の直後、1502年から欧州人の間で知られており、その起源は、ポルトガルの植民地であったサンビセンテと、初代ブラジル総督、トメデソーザによるものとされている。サンビゼンテは1555年から1567年の間に南方への植民を目論んでいた、フランス人の侵略を受けたため、その防衛の観点から1565年3月に、 第3代のブラジル総督、メンデサーとそのイエスタシオデサーによって、リオデジャネイロ市が成立した。17世紀では、牛とサトウキビを輸出するためのコートだったが、18世紀に、ミナスジェライスで起きた、ゴールドラッシュで産出された金や宝石を取り扱い始めたことで都市の発展が大きく刺激され、これにより1763年に、 ブラジル植民地の主婦がサルバドールからリオデジャネイロに移った。半島戦争により1808年にポルトガル王室がリオデジャネイロに渡ると王室と共にやってきた多くのポルトガル人により市は新たにヨーロッパ風に整備され学校や図書館、病院が建設されブラジル発の新聞も出版されるようになった。また同時に ブラジルの自然について記録するためのヨーロッパ人、芸術家も一部移入したことにより、ブラジル一体における文化においても影響を受けた。同時に、エスコーラリアルで支援しやズ、アルテスイー・オフィシオズが生まれた。州都リオデジャネイロ1834年に、リオデジャネイロは中立都市に変更され、国家の首都のままとなったために、州の新たな州都は、隣町のニテロイとなった。 1889年に、市は、連邦地区の州であり、中立都市である共和国の首都となった。1960年に首都がブラジリアに、選都されると、リオデジャネイロ市は、グアナバラ州となった。1975年に、グアナバラ州とリオデジャネイロ州は、リオデジャネイロの名のもとに合併し、リオデジャネイロは、州都となった。かつてのリオデジャネイロ州のシンボルは維持され、 グアナバラのシンボルは、リオデジャネイロ市に引き継がれた。リオデジャネイロ市州は、またアトランティカ生物群系の一部であり、地形は、マンティケーラ山脈と大西洋の間に位置する、山脈と平原の双方を包括する。沿岸は、グアナバラ、セペチーバ、イーラグランデの湾によって湾曲している。際立ったスロープが海岸部にあり、レスティンが植物や、湾、ラグーン。 熱帯雨林のような多様な環境によっても、また特徴付けられている。リオデジャネイロ州は、南東部最小の州であり、ブラジル最小の州のうちの一つでもある。しかしながら、国で3番目に長い海岸線を有し、延長は 635km に及ぶ。GDP の51.6%は、第二次産業によって構成され、サービス産業の47.8%が続く。 農業は GDP の0.6%を占める。リオデジャネイロ州の輸出品目は石油44.8%、燃料17.5%、鉄製品13%、化学物質3.6%、非鉄金属2.8%、自動車2.1%となる。ブラジル経済の12.6%を構成する。ペトロポリス大制度、市は ドイツの影響を強く受けているアイビジュの2007年の調査によると、1559万3千人が州に居住しており、人口密度は356.1人、軽平方メートルとなる。都市化率は96.9%、人口増加率は1.3%、家屋数は4.944、333棟。最新のなどのセンサスが示すところによれば、 851万3778人が白人であり、514万5690人がパルド、187万1160人がアフリカ系ブラジル人、6万2000人がアジア系もしくはインディオである。ポルトガル系の家系は中の多くで優勢である。スイス系、ドイツ系他のヨーロッパ系エスニックグループの多くは山岳地域と州都に入植した。 イタリア系とスペイン系も、またシュトと周囲の街に存在している。アフリカ系ブラジル人の家系に連なる人々は多くは、シュトにいる。本決の家系はいくつかの街ではマジョリティである。貧困による治安の悪さや、モラルの低下も見られる。州内420万人に電力を供給している、電力会社ライト社は、送電量の30から40%が東電に合う、被害を受けている。 ポルトガル語は国家の公用語であり、学校で第一に教えられる言語でもあるが、英語とスペイン語も高等学校での公式のカリキュラムに組み込まれている。旧ブラジル皇室のシンボルであったわしが正面に背景にオルガン山脈にある神の指と呼ばれる晴れた日にはリオデジャネーロ市街からも望むことができる岩山が描かれている。農業の豊かさを象徴する。 サトウキビとコーヒーが紋章の周囲にあしらわれている。AAB アスタドズブラジルチリとケイン2017年1月19日、閲覧。リストオブブラジリアンステーツバイ a GDP ステートオブリオデジャネイロブラジルアイビジュ ISBN 8524039191シンティーズでインディカドールゼセシャン2007ステートオブリオデジャネイロブラジル i b ビジ u i s b n 8 5 2 4 0 3 9 1 9 1 f t p コロンススララッッシシュュ f t p i b g e g o v b r スラッシュ i n t i c a t o r e s セシャン、シンテセデインディカドールゼセシャン2007ベラズ二2007年7月18日閲覧 .a, コロニアスウィーゼでノバフリーブルグーハット a, コロナイゼサオアリマエムパトロポリス東電による 損害は80億レアルに達するブラジル日本、商工会議所2017年12月15日、閲覧、池永啓介、宇根道子、リオデジャネイロ州、世界知名大辞典、中南アメリカ山田ムツオ、中川文雄、松本英治編、朝倉書店、2014年12月。ありがとうございます。